はい、皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。はい、ですね、今日また花見に、3回目の花見に行ってきました。風水で1回目行って、2回目行って、3回目っていう風に言ってたから、3回目行ってきました。で、1回目行った時は卵が入った お弁当を食べて、2回目行った時はあんこのお団子を食べて、3回目行った時はみたらし団子を食べてきました。そう、でも私ね、お願いしてないんだよね一番最初に行った時にお願いをして、2回目でめでて、3回目で厄落としみたいな感じだったんだけど、私1回目お願いしてないからお願いするの忘れちゃったのね。だから3回目の厄落としで、あの鬱が落ちてくれますようにっていうね、厄落としをしてきました。そうで、あとさ、なんかあの YouTuber のあのシルクロードくんとユンちゃんの出産動画が流れてて、それを見たら、ああ自分もこんな時は出産したなと思って、うちも子供大きくなっちゃったけど、出産したなーと思って、痛かったなー。私だってもうあまりの痛さに、お腹切ってください、もう切って出してくださいって言ったもん。それぐらいもうお腹耐えられなかった。痛かった、やっぱね。でもそれでも全然私なんかよりも全然頑張って産んでて、やっぱいいね、出産っていいね。で、私も改めて子供に優しくしなきゃなってもういうのも思ったし、あとね、自分の性格悪さがね、にじみ出たというか、なんかその動画を見てたら、なんか私超性格悪くないかと思って、何がって言えないんだけど、なんか性格悪いの。なんか人の心を思ってあげられてるのかなとか思ったりとか、人の心を思ってあげられる人になりたい。とは思ってるけど、今の私にはまだそんな余裕がないから、そんな余裕を持ちつつ、余裕を持ちつつっていうか、気持ちを持ちつつね、頑張っていけたらなっていうのは思います。で、やっぱり、仕事のこととかも考えていかなきゃいけないから、
ちょっと大変なんだけど、でもちょっと頑張って頑張る、頑張っちゃダメだな、ゆっくり進んでいきたいと思います。そうですね。だからいろんな人に感謝していこうっていう風に思えた日、動画を見てそう思ったなっていう感じですね。だから本当に視聴者さんありがとうございます。動画を見てくれさ、見てくださる方本当にありがとうございます。本当に嬉しさでいっぱいです。本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。面白い動画はねなかなかまだまだ作れないけど、こうやって話すことしかまだまだできないけれども、なんとか考えていくから気長に待っててほしいです。今日も動画を見てくれてどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、拡散よろしくお願いします。はい、では次の動画でまたお会いできたらと思います。ここまで見てくれてどうもありがとう。